私の名前は岡美智子どこにでもいる主婦だ夫とはかなり離れた年の差婚8歳ほど離れているなので夫には兄妹がいるがみんな私より年上だ今私が臨月義兄夫婦の子が高校生と小学生義妹夫婦の子が年長と2歳夫は兄弟の中で最後に結婚した独身の時からおっ子めいっ子にはお年玉を奮発していたそうでゲームも一緒に買っていたみたい私と結婚してからも毎年同じ状態だ よっぽど仲がいいのだろう。お小遣いから出してるし、特に何も言ってなかった。だが、義実家に集まる際で、義マに会うのは本当に嫌だった。<laughs> ちょっと、ちゃんとバランスよくご飯食べてるの洋食ばっかりよくないよ。ちゃんと自炊しなよ。は、はあ。義マは保育士と会って、ことあるごとに私に注意をしてきた。最初はアドバイスありがたいなと思う気持ちもあったが、生まれたら母乳で、離乳食は全部手作り、 国産のものを使えとか言われて私がノイローゼ気味になってしまったごめんもう会いたくないえー、みんな寂しがるぞ夫は大した問題だと思っておらずむしろアドバイスしてくれてるんだからというぐらいで頼りにならなかったそれもまた気に入らないようだったので私は直前になって里帰りしたそうして出産した後義前からこんなメールが来た いつもたくさんいただいてるけど我が家での取り決めでは就学前まで2,000円小学生3,000円中学以上5,000円と決めてるのでこれから先渡せるのはそれだけになりますがお願いしますえ夫が独身の頃のことは私とは関係ないけど結婚してからも毎年義妹の子に2人合わせて2万プラスゲーム2人分代渡していた。 他にも何もない日に少しお小遣いをあげたりそれを相手方と同等に減らしてしまったらおっ子めいっ子がかわいそうなので今後も変わらない金額を渡していこうということには夫と私が同意見で決まっていた夫の小遣いからだしだからこのメールにはモヤモヤした今まで何も言わずに受け取っていて逆の立場になると突然そういう連絡が来たことに困惑している気持ちもあるこれからうちもそうすればいいのかな 産後で大変な中義母にも相談してみると「あらあらおめでとうねどうしたの?」。実はメールのことを話すとびっくりしてた。えあれだけもらって本当にそんなこと送ってきたのはいどうしたらいいか。勝手というかなんというかちゃんと今までもお礼しなさいよって私は言ってきたんだけど何かお礼してもらったい,いえ。 ありがとうの一言もないそもそも夫の小遣いからだしなという面もあったしさすがに義母は絶句していた分かったわちょっとこっちでも話し合ってみるから美智子さんはゆっくり過ごしてね娘の言ったことなんて気にしなくていいからね義母もバリバリ働いてきた人なのでかなり育児は適当だったようで義母がああしろこうしろ言うたび注意してくれていた義母との電話の後夫も実家に来てくれたのでメールのことを話した ちょっとこの言い方はないかなと思って私たちも同額にするすると案の定めちゃくちゃ不機嫌そうに「そんなの来年のことなんだから来年考えればいいだろ」というだけだった今までもらってたのを減らすのもかわいそうじゃん不公平感があるじゃない繰り返し言ったけれど本当議事課関連の話をするといつもこう不機嫌になるいずれあなたの小遣いだけじゃ足りなくなるわよだからそれはその時考えればいいだろ 全く話にならず、結局怒りながら帰ってしまった。なんだかこのまま里帰りを終えるのも不安になってくる。いろいろ考え、子供がいなかったので、これまではそういったことに気づかずすみません。次回からは夫とも相談して、取り決めの額をこちらも合わせるようにいたしますね。と疑惑に返信してみた。すると、10分と経たずに返信が、いつもは1日以上は空く人なのにだ。これはあくまでうちらの方の取り決めです。 そちらはこれまでと同じかそちらの考えをもとに決めてくださいこちらの取り決めに合わせてくれてもいいですしただうちから渡す分はそうさせてもらいますときてがっくりああやっぱり私たちの側から受け取る分にはいくらでも高くてもいいよということが言いたいんだなうすうす感じていたけどはっきり分かった今後の付き合い方を考えることができるので知ってよかった私は若輩者だし結婚歴浅いし資格何も持ってないけど どうしても下に見られてしまうのだろうか世帯収入はみんな共働きだから経済状況はそんなに変わらないやっぱり義前の言ってた額に合わせようと思い週末にまた来てくれた夫にそう切り出しただからかわいそうだろそんなにいきなり減ったらじゃあお兄さん夫婦にも話して相談してみんな同じ額にしようよあ兄貴を巻き込むなよお母さんにも話してあるよあなたがそんなに甥いっ子たちを可愛がりたいのは分かったよ でもこれからは私たちの子を優先してほしい。冷たい女だな、お前は。大きなため息しか出なかった。それから義母がこの件を含めて話すためにうちにやってきてくれた。一応、新生児を見に来るってたたがあるけど。あらかわいいおばあちゃんですよ。だろこれからもっとお金が入りようになるわね。あんたも、小遣いの使い方を考えなさいよ。考えてるって。 もう未来のとこに余計な小遣いとか過度なお年玉あげるのはやめなさい未来が決めた取り決めがあるでしょそれ以外はやめるのねえなんでなんでってあんたが大切にすべきは我が子でしょ違うそんなことを言われて夫はびっくりしていたいやでもいきなり少なくなったりゲームあげないのはかわいそうだよそれはちゃんと話せば分かってくれるわよもう赤ちゃんじゃないんだからでも今まで可愛がってきたし あんたばっかり未来の子を可愛がってるように見えるけどお兄ちゃんとかは違うわよねこの際だから私がはっきり決めようかと思ってねそこまでする必要ないって何でそこまで義まいの子たちにお小遣いをあげたいのか謎だった里帰り終わったらうちで一度話し合いましょうねみんな呼んで <laughs> 夫は私をきっとにらみつけていた私の両親も横で話を聞いていたし話し合いの際には一緒に行くと約束してくれた それからちょっと長めに里帰りしていたので2ヶ月ほど経ってから家に帰った子供と私だけになった途端夫はブーブー言い出した何で小遣いのことは母さんにチクったんだよお前も納得してあげてたじゃん未来さんからああ言われたら不公平かなと思って俺は兄貴なんだから妹の子を助けるのは当たり前だろお兄さんもそうしてるのいやそれは途端にもごもごして何も言わなくなるので多分独断で可愛がってるだけだろう そしてすぐに義実家にみんな集まるように義母が呼んでくれた。うちの両親、義兄夫婦、義妹夫婦も来て、かなりの人数になった。えー、っと、こういうのは早く決めておいた方がいいと思ってね。親族間のお年玉のやりとりは、未来の提案で就学前まで2000円、小学生3000円、中学以上5000円でいいわね。それ以外にゲームやら何やら買わないようにね。欲しい時や学費の援助については、私たちに相談してちょうだい。 それを聞いてキョトンとしていたのは義兄夫婦だったどうしてそんな急に今まで過分な小遣いをあげてたみたいだからねひとしがいやそれは過分って私は夫が義妹の子にかなりの額のお小遣いやゲームをあげていたことを話した <laughs> まだ就学前だよね2万とゲームなんでてっきりお兄さんたちも同じ額を未来さんのお子さんにあげてるのかと <laughs> そんなわけないよ常識的な額だよ2,000円とか 義兄夫婦はびっくりしっぱなし義妹夫婦の方は下を向いてるだけだったででも俺の小遣いから出てるしそうだとしてもおかしいだろうお前子供が生まれたんだぞ俺だって小遣い貯金してるのに未来も未来だ何でそんな額もらってんだよだってくれるっていうし子供喜んでるしもちろんお礼はしてるのよね <laughs> してないの義姉もびっくりしていた ゲームも23ヶ月に1回のペースで新しいの買ってたしねそれなのに提案って「自分はこれしか出せません」って言ったのめちゃくちゃだろ義兄夫婦は真面目ではっきり言ってくれる人たちなので助かっただが疑妹はまだうだうだ言い始めるだってうちそんなにお金ないからでもくれるなら欲しいしお金ないお前も保育士やってて浩一君もちゃんと働いてるよななんで <laughs> それは関係ない。本当はお兄ちゃんたちからも支援してほしいぐらいだもん。うちの子、これからもっとお金かかるから。どうやら義前は義兄からも夫からもお金が欲しかったようだ。溜まりっぱなしの義前の夫に義母が聞いた。で、孝一くんはどう思ってるのえ、いや、もらえるなら欲しいなって。自分たちは少ない額しか出さないつもりま、まあ、うちはそういう取り決めをしたので。 へらへらしてああ義妹の夫だなと納得したさすがに義父が呆れピシャリとみんなに宣言した揉めるなら全部なしお年玉なんやらはわしらだけが孫に配るそれでいいなえっダメダメそんなのお前が言う権利はない決まりだ義兄夫婦も私の両親もそれならとうんうんうなずいたが義妹夫婦と夫だけは納得いかずそんなのかわいそうだろお前は誰の味方なんだ 自分の家族を大切にしないとダメだろうそもそも何でそんなにあげたいのよここで夫から驚くべき理由が明らかになっただだってそうすれば兄貴より俺の方が頼りに見えるしはあ何言ってんだお前どうやら夫はずっと義兄にコンプレックスを抱いていたみたい義兄にできないことを俺はやってると優越感に浸りたいから義前の子たちに高いお年玉をやったりゲームを買ってあげたかっただけのようだ だから援助は続ける。もっとしたい。バカなんじゃないのもうその一言でこの人への感情が消えた。そんなに未来さんの子供を助けたいなら一人でやりなよ。え離婚したい。唖然 <laughs> としたのは夫だけ、他はそうなるわなと呆れていた。あんたがそこまでしたいなら勝手にしなさいよ。なら、うちは未来にはこれから一切何もしないわよ。あんたがやってくれんだもんね。ちょっとなんでそうなるの あんたは礼儀ってものがなさすぎる。親として恥ずかしいし情けないわ。もう頼りにするのはひと仕だけにするのね。うちももう関わりたくないかな。冠婚葬祭以外は連絡しないでくれ。正月も集まるのをずらすよ。あからさまにあわあしだす夫と義妹夫婦。私も帰ろうとしたが必死に泣きながら止めてきた。<laughs> なんで離婚なんてしたくないなんで分かってくれないんだあなたはこれから自分のしたいことをすればいいわよ。 一人でね。養育費はちゃんと払ってもらうから。新生児がいるのに簡単に離婚なんて言ってしまったが、でもこの夫ともう暮らしたくない。義兄へのコンプレックスをこじらせて、これ以上放っておいたら絶対破綻しそうだし、それからまた実家に帰り弁護士をつけた。離婚への話し合いになっても夫は言い訳ばかりだった。男のプライドの問題なんだ。妹に頼られたい気持ちがわかるはずだろ。俺は兄貴より妹を助けられるんだ。 息子のことを一言も心配しておらずひたすら自分の話をしていたそうそんな中弁護士も淡々と仕事をしてくれた義前からは「離婚したらお年玉減るの?」「可愛いおいとめいには変わらないよねこれからもくれるよね」とまた見当違いどうやら義前金銭トラブルで勤め先をクビになっていたそれが地域一体で共有されどこの保育園も勤められず今専業主婦なんだとか末っ子だしもらうのも当然と思ってる面もあるだろうな 養育費の取り決めもしてようやく離婚その支払いもあってか夫は義まの子を買いがれなくなったらしいお兄ちゃん今月出るゲーム買ってあげてよい,いやちょっと無理なんで今まで通りやってよその年のお年玉も2,000円だったそうだ生活レベルを下げられずどんどん厳しくなってくると義量心に支援を頼んだみたいバーカ言ってんじゃないわよ自分で何とかしなさいよ助けてよお兄ちゃんにも助けてって言って もう会いたくないってさ私たち親はもう誰も助ける気はないわよそうは言ってるが実は義母は何かあるたびお金やおもちゃをこっそり送ってくれる祖母として当然だからって多分義兄夫婦にも同じことをしてくれているだろう夫は養育費の支払いと自分の生活で精一杯になり義妹を一切助けられなくなり一人で寂しく暮らしているそう義妹夫婦は金銭トラブルのこともあり遠くに引っ越したそうそれも小さな古いアパートに 私はお金やおもちゃのお礼を持ってこっそり時々義実家にお邪魔している。義兄夫婦も来て義兄の子供たちも私の息子をよくかまって遊んでくれた。あらあらいいのに写真とか送ってくれればそれで。親しき中にも礼儀ありですから。その通りだよなこんなことになっちゃったけどみち子さんの子は俺からすればおいっ子には変わりないから何かあったらすぐ言ってくれよ。そうよ適度な距離でつながっていましょ。義母の言う通りだと思う。 多額ななお金ををあげたり、余計な助けをするのは違う。私もしっかりしなきゃね早く職場復帰してこの子のために働かなきゃと思っているご視聴ありがとうございましたまた見てね。